もう最近ちょっとですね、僕ね、愚痴が一つあるんですけど。うん、何？愚痴？言っちゃいましょう。うん。言えることは言っちゃいましょう。この世の中ってやっぱ正直者がバカを見るなと。ああ、まあそういう面はありますわな、確かに。なんか、あるある、そういう面は確かにある。一生懸命頑張ってても、うん、結局、こうバカを見るじゃないですか。まあね、なんかまあ、その、うん、なんか辛いけど、でもそういうのは確かにある。多分みんなもそういうところは、その感じたことは何回もあると思うわ。で、みんなそうなかったんですか。数週間も本当に、頑張りに頑張ってるんですよ。あ、はいはいはい。いや、思ってた、数週間どころか。いやいや、この2週間は、僕は毎日ね、14日間リングフィットをやり、ああ、はい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 。やってますやってます。毎日健康的な食事をとり、ヘルシーな食事も気使ってんだ。野菜も魚もとり、はいはいはい、もう健康バランス完璧ですよ。栄養バランス、はいはい、いいじゃないですか、いいじゃないですか。別に何にも挙句の果てには毎日散歩を1時間ぐらい行くわけですよ、嫁ちゃん。はいはいはい。あ、なんかそれが辛くなってきた、さすがに。食べたくなってきたようなもんだ。一生懸命こう頑張ってるんだ、欲望に勝ちながらね。それは別にいいじゃん。別にバカは見てないですよ、全然。いやいや、こんなに頑張ってんのに、うん、今日朝起きたら口内炎になってたんですよ。言ってた、ツイッターで言ってたね。ツイッターで言ってたね。いや、口内炎は別に。こんなに健康的に生活してんのに。いやいや、口内炎しゃあないでしょ、それは。なる。でも食べ物でなりますけどね、大体ね、口内炎はね。いや、もうあれですよ、最近もだからビタミンも取ってるんですよ、ビタミンも。ほんでもう健康的な食生活はそういうことよね。いや、やっぱウーバーが足りないか。ウーバーねか、うん、またドドさん飲み物にミルクし薬入れられてる。またいや最近、ね、勝手に入れられてる。また、ね、いや、うん、前はなんか、うん、消化性デキストリンっていうやつ混入されてたんだけど、うん、最近なんかよくわかんないね、イヌリンっていうやつ混ぜてるんですよ。混入されてるんだよ。これはやばいよ。イヌリン盛られてんだよね。何、イヌリンってやばそうな。イヌリンはやばそう。イヌリンやばそうじゃない。うん、イヌリンって何、イヌリン。なんか言われるんだけど、今日イヌリン混ぜたの分かったみたいな、うん、今日ご飯にイヌリン持ってるよみたいな言ってくるんだけど、それが何なのか分かんないからマジで怖いね。あ、これやられてるわ、うん、それだわ。うん、イヌリン。あ、なんかコナン君で聞いたことあるぞ、イヌリン。嘘。コナン出てきたぞ。なんか半年ぐらいかけて衰弱させるみたいな。うん。だから証拠も残んないし。あれか。ジョジョのお父さんに飲ませてたやつか、リオが。そうだよ、そうだよ。あれ、イヌリン？イヌリ、イヌリ、イヌリ。だんだん心臓が痛くなるやつ。だんだんやられてくる、だんだん。やられてくる。あれか。あれか。はい、多分足先から紫色になってきて、うん、線が出てきて、それが心臓まで到達すると死にますから。怖っ。怖いなあ。そうか。いや、ちょっとね、あ、イヌリイコール水溶性の食物繊維って、なん消化性じゃないんだね。食物繊維の？食物繊維って書いてあるコメントで。いや、何の食物繊維だ？いや、まあ、本当いいんですけど、イヌリンはいいんですけど、イヌリンはいいの。ちょっとやっぱね、こう頑張ってても口内炎になるんだったら、もう本当もうやってられるかっていう。確かに、うん、一応知らん間に、うん、保険かけられてるかどうか見た方がいいかも。え、それってさ、大量の、うん、その知らない間に保険かけられることってあるんです。わかんない、そんなことあんの、本当に実際。あんのかな。うん、いや、これはちょっとね。いや、だから例えばなんか、なんとなく、あ、じゃあこれなんか、なんか市役所持ってっから、これ適当にサインしといてみたいな、危ないかもね。ああ、そうね。ああ。保険とかね。イヌリン保険。そう。うん。いや、夫婦なら可能。そうだよな。いや、でもあんまりこれ話しすぎて詳しくなられると困るから、ちょっと、この話題はこれぐらいにしましょう。確かに。
まあまあ食物繊維ね、またね、また食物繊維ね。食物繊維、いやでもね、ちょっと